はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、プロジェクターの雑談になります。お時間がもうね12時半そうなんです。前回作った動画からかなり時間が空いてるね。おじは今ねもうショックと怒りでもうぐわーっとなってます。なんでかっていうと、1800アンシルーメンのオーロラ S DLP で、これのね徹底検証ということで、あのオートフォーカスの具合とかね、一応1年経ったんで、あのノンストップでそのまんま全部やってたんだよ。またこのバカソニックの例のエラーがあって、復旧できないエラーがになってボツですまあいいかってね、あの例の 770p のね、最初言ってた人も1本動画作ったらその後のやつが来て作ったけど、そこから都合悪くなって消えちゃったでしょ。だからプロジェクターの動画作ってもねこんなもんだからね、なんかあんま張り合いがねえなと思って、ちょっとねまあがっかりしてみたり、まあそれでもね、あのもうプロジェクターあんまり深入りするのやめようかなと思って考えてたけど、やっぱ特定の視聴者さんはね食いついてコメントくれるんで、あやっぱ楽しいかなと思って、まあちょっと動画作ろうかなと思って、ちょっと気持ちがね戻ってきたところですね。本当ね、ノンストップで止めないでつけたりとかね、徹底検証してたんで、そのエプソンの2600ルーメンとこの1800アンシルーメン、ね、で昼間の状況とかね、一年経った状況、まあいいか、あまあね、あの聞かれていないのに余計な動画作って失敗してイライラしてるって一番ストレスになるので、あの聞かれない限り動画は作んない、ね、これが一番まあ困ります。忙しいのにね。で今回はプロジェクターの展示についてね、設置は計画的にということです。これはおじいの経験に基づくお話ですね。今回ね WBS-W1 持ってて、やっとあさってから展示計画をするところでこの商品欲しいです。ヤーバー Y60 持ってました。最終購入した中華プロジェクターでした。ヤーバーってことでね、ヤーバーで、天釣りって天井に固定ガードでつけるタイプで検討してるのっていうことで聞いたら、ね、はい、天釣りカラーをアマゾンで買って W1 を取り付ける計画を立ててますっていうことなんだね。で、まあ、今こうやって用意したけど、これね、なんでおじいが質問したかっていうと、その天釣り金具ってピンから切りまでやって、で今のプロジェクターってちっちゃくなって軽いんで、まあ、簡単にできるけど、まあ、お家によってはね、あの 天井 の、 あのこうポン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 ってこうね、こうやってつけれるところを探さなきゃならない。だから今天釣りやるためにはね結構大変なんだよ、あの今のお家はね。で、まあおじいのとこみたいになったらみんなあの板なんで、今みんなボードなんだよ、新しいうちって。だからおじいのとこみたいな板だったら自由にできるんだけど、まあ、場所に限りがある。しかもこうやって格子になってるからね、うんと、こう来るのとかこう伸びるとか、多少こうできるスライドのタイプとかいろんな場所があるけど、ものによってはただこうやってきて、こういうのでここの場所のこうはできるけど、ガチッとつけるタイプって真ん中中心のやつってあるんだよ。こうがだから調整ができないやつってのがあって、天井につければいいって穴開けるじゃん結局。でそのキットをつける時に、要はそのベースの板があって、で多少こういうのができるタイプのやつならいいんだけど、ガチンコでくっつけちゃうやつだと、かてね、頻繁に中華プロジェクターを交換する方って、まあ、1年2年で交換する人って大丈夫っておじい心配だったんだよ、感染固定ね。だからその取り付けキットを選ぶで、取り付けキットもその高さからこうやってきて、でここにのポンって板でこう乗っけるタイプ、要は棚とかこういうのとかつけられないところだから、多分天井って言ってると思うんだよね。でなければ設置する方はいっぱいあるんで、ただ何もないところに棒立てても嫌だし、なんか
壁にあれするのも嫌だしとかだと思うから、天井だと思うから何もないところに、そうするとそこの位置を将来のことまで考えないと、その天井の穴開け問題だよね。どあの天井のここのところを一発ポンでつけちゃうのか、ベースがあってちょっと10度がいくものにするのか考えないと、毎回毎回ね微調整がしようというか、毎回毎回微調整がしようというよりも、その左右のポジションをずらすと気持ち悪いんです。で、ウィンミースはね、W1 ね、W1 はこの大きさに対してレンズがこっち側にあって、で前使ってたっていうね、ヤーバの Y60 もこの大きさで、こう大きさが一緒かどうかわからないけど左側にあるタイプで、このレンズの大きさも違うから、この中心の統一する、ここが基準になるんだね。これがね、ど真ん中だよね。で、これがねいいなって言ってるやつで、まあ、場所的にちょっと中心が多分この大きさも変わってくるだろうけど、この中心が微妙にずれると思うんだよね。で、V10 とかね、まあ、今のブルーが、あの、おじがヒラメとカレーって言ってたけどね、啓発の検証の時に、あのヒラメとカレーの関係のやつもあります。まあ、当然ながら、あの、勉強なんかもね、こっち側にあったりとか、あと真ん中にあったりするタイプもあります。で、プロジェクターを映す時に、その、補正、ね、で、1枚2枚の、プロジェクターってその補正がね、補正が今この方が W1 とヤーバー Y60 を使っていた経験がある。で、間違ってたらごめん、ま、あのおじいもちょっと当てずっぽうなんで、この頃のやつってオフセットこうじゃなかった？おじいも覚えてないんだよ。もうこうだっか。この頃ってまだね、こうのような気がするけど、おじいもがね、まあ、ダブルは間違いなくこうだよね、オフセットが。で、この時って、だ今どうやって設置してるんだろうっていう、その、こう上に向けてんのか、だ点数を考えてるってことだから、どうなんだろうっていうこれがね、お部屋がこうやってこうやってあるじゃん、今日天井がこうやってあるじゃんね。で、プロジェクターが、でプロジェクターを今、まあ、この高さの位置にこう設置した場合に、まあ、Y60 とかだったら多分こう、こうだったかな、こうやって見てた可能性があるんだよ。で、分かんないよ。で、通常のプレテラとか、おじいのヤーバーのオーロラとか、あとあの こういうね、最近で言ったらあれだよ、ほらあれ、ほらあれだよ、あれね、ウィム号ねとかは、まあエプソンとかもそうなんだけど、これが基準だよね、オフセットがね。で、今の W1 はおそらくこれじゃねえと思うんだよ。これを取って、ちょっと待ってね。よいしょ。これね、意外とね、めんどくさいだよ。ちょっと待ってて。よいしょ。よいしょっと。まあ、こんなもんでいいか。
あ、これを切ってなかった。このベースを切ってなかった。これを切ってなかった。これを切り抜いてのベースで。グループ化して、あ、これでいいな。あ、これでいいや。それで、今のやつってね、ダブルアンは、よいしょと。あ、めんどくせえ。こう、だと思うんだよ、おそらく。なのでこれを位置をあれするためにはね、これをちょっと高い位置に持ってかないとドンピシャでいかないっていう。でもしくは上に向けて台形補正をするっていうことになるんだよ。でこれがね、ダブルワンとかまあ、これを切り抜いておいて、でもうちょっとこれはお役ごめん、よいしょ、んよいしょ、ね、それで今度はテンツリにするっていう時にね、天地りにするときに天地りキットがこうやってあって、でこうやってつけるわけだね。それで正常につけると、あの前の Y60 とかね、だかヤーバーの場合はこれがね、逆なんだね。天地りにするから上下反転で、こうなるわけだよ、ね、だからおじいの場合で言うとね、下の方にね、あのお部屋の下の方に画面の下を持ってきたいから、あのおじいはこの高さにね、この高さにオーロラをあそこにね、ここにね、あ、わかるね、あそこに置いてあるわけなんだよ。だあの位置から正面から映すと天井からこれぐらいこうやって下げるってことになるんだよ。あの正面からこう映した場合ね。で邪魔な場合っていうのはもっと上からこうやって投影しなきゃならないので、やっぱ台形補正をすることになるんです。でこういうのならいいんだけど、あの例えばね、今いいなって言ってたやつっていうのは今使ってるダブルワンとか、あの今のがね欲しいなって言ってるのはこうなんで、これなんで結局、あ、ここに作るからダメなんだな。ここに作らないでここに作ればいいだな。よいしょ、ね、よいしょと、よいしょと、はい。それでまあ、当然あのこういうことになるのでね、うん、よいしょ、前のだったら水平に向かっておけばね、あのおじいがこれで見たいとしたらまあこれでいいけども、こうなるので、だどのみち中華プロジェクターのオフセットがこういうやつってこの見たい画面の真ん中のところに持ってかなきゃならないから、だからもうちょっと下に下げてやらないとこうならないんだね。
だから天釣りに、天釣りにしたいっていう人はあのこれを上に持ってきたいからこの斜めにするからこの斜め補正台形補正を使うことなんだよ。そうするとあの1個前の動画でね、視聴者さんのオーロラとかああいうののコメントで出てきたように、中華プロジェクターの1枚2枚の今の方式のやつってあのすごく偏るんだよ、画面がめちゃめちゃ偏って片ぼけするんで使い物にならないんだよ、あの距離が離れば離れるほど。で元気なおじいのプロジェクターの最新リスト見てもらうと、台形補正の縦、台形補正の横っていう検証をやってるんで、あれを見れば分かるように、その台形補正をするってことがいかにその愚かなことなのか、ね、でこれがまあヤーバーのオーロラクラスになってきたりとかエプソンとかそういうプロジェクターを買えば、そのちゃんと台形補正をしてもピントがそんなに大きく傾けしないでなんとなく見れるレベルに収まるように、ちゃんとしたレンズを使ってちゃんとしたあのピタッとこう制御することができるんです。ところがあの1、2万ぐらいの中華プロジェクターっていうのはそれがなってないので、あのこのタイプだと真ん中が隅っこどっちかで傾けするにもかかわらず斜め補正を入れるともう収集がつかなくなるっていうのと、プラスこうやって横から見てるからだけど、おじいがほらヒラメとカレイの問題って言ったじゃん、さっき。このヒラメとカレイの問題の時に、こういう視聴者さんの場合はね、あれこうだね、映す側の壁を正面から見るとしましょうね。で今のダブルワンで言ったらここのところから、例えばこうやって本体がこうやってあったりして後ろから見た場合だよ。でそういった場合にここの軸を中心にして画面が例えばこうやって映すよね。だいたいあの映したい範囲っていうのが決まってくると思うんだよ、ここでね。でこれっていうのがこのレンズの中心があって画面が決まってくるので、厳密に言うとフィラメとカレーの関係でプロジェクターを設置できてちょっとずらすんだよね、天釣りのやつを。ださっき言ったように元のここがこうが調整できるやつだったらあの真ん中につければいいんだけど、これがついてない簡素なやつだとそのよくミスしやすいのが、ここにスクリーンを用意してここに映そうして、で真ん中がここだからちょうどど真ん中がここだから、じゃあど真ん中のここのところにね、じゃあつけようってバンってつけると、つけたプロジェクターのレンズが寄ってるところにあるから中心がずれるんだよね、あーってことになるんだよ。でこのあーってなった時に、今度その横の補正っておじいの過去の検証動画見分かるけど、縦の補正ってのはあのある程度制御できても、横の補正って本当に気持ち悪いんだよ。縦の軸はしっかりと真ん中に合わせないと、横の補正はとにかく気持ち悪い片ぼけをする。あのエプソンとかオーロラとかこれは違うよ、あの大丈夫だよ、ある程度あの安い今の仕組みのやつっていうのはすごい気持ち悪い、横の補正は。なのでここの天釣りキットをね、をあの天井につけちゃう場合は穴開け加工が一緒で一発勝負なんで、よーく考えてやらないと今のプロジェクターを長ーく使うのかで、また中華プロジェクターをね2年ぐらいで買い替える場合に、どんどん形が今どんどんコンパクトになってるでしょね。そんな上にね、ついてる部分も変わってくるわけだから、次につけてこれぐらいのこのところでだん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 中心がずれてくるんだよ、これが本当で、そのうち今軽くなってくるから取り付けが
プロジェクターのね、裏側4点ネジじゃなくて真ん中に1個ネジだね。もうそれぐらい軽くなってくるからで、そうするとウィブゴーみたいなタイプだったら真ん中に面があるからど真ん中中心でいいんだけど、どのみち今のプロジェクターとどっちかにずれた方に仕上げられない。あと W1 を使ってて、じゃあ V10 みたいなタイプとか電球にとか買ったらレンチネジが反対になるわけで、余計反対じゃん。ここに合わせるためにこっち側にずらしたのに、ここでつけたらレンジが反対になったら余計すぎずれちゃうんだよね。こっちに向けるプラスこっちにこうするでしょ。そうすると気持ち悪い台形になるんだよ。これがね、多分想像できると思うけど、上からこれで行くと下距離が長くなるじゃない。だからこれがど正面から行った場合の、こうやって投影した場合のこうの壁まで近いと遠い方が長くなるから、こういう台形になるんだね。だから台形補正っていうのはここに合わせてここをねこうやって、ここの部分をこちらにガン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 ってこう縮めるんだね。でそこに今度横の補正っていうと、例えばこっち側にずれたとしたら、こういう補正になるんだよね。だから今度はこの面に対してこっち側をグン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 ってこうやるんだね。だから極端に言うと片っぽずれると、おこれね、どうだった？こうか、こうやってなってこうやってなってこうやってなるのかな。なんかね、上下と左右が行くとこういう気持ち悪い、なんかこういう気持ち悪い補正になるんだよね。なんかねちょっとこことここの比率が違うっていうかね、変則的な気持ち悪いのになるんだよ。なのでこの例えばね、レーザーとか DLP とかだとその寿命がね長くて18年ぐらい近いとかね、そうやって言われてるわけじゃん、長いからね。で寿命が長いやつをずっと買い替えないで使ってるんだけど、でも買い替えたくなるでしょ、安いの使ってると。だこの点釣りキットをつけるっていうのはすごいことなんだよ。でおじいの場合って今ここ外しちゃったけど、エプソンの TW400 をひっくり返してつけた時もその別のプロジェクターに付け替えてもいいようにその板で作ったんだよ、穴開けてね。また他に穴開けられるし、板がダメならまた板買ってきて付け替えるし、その元の板と付ける板と二重の板にして、こっち側を捨てて交換できるとかね。で ここの位置関係とか高さ調整じゃなくて板と板の間でビスをかませて、ネジの高さ調整、長いビスだったらグレッタとぴったりつけるとこうなるけど、緩めるとグワンってこう隙間が空くんで、これで4点補正でこの台形補正をね物理的にやる仕組みで作ったんだよ。ややこしいけど過去にちょっと紹介してると思うけどね、まあ、その板がまだ転がってるけども、エプソンの場合はこれの方式だったんでね、なので、そこの高さにあれば画面のね上がこの高さで見れるよということで、だいたい113インチで見れてたわけです。
で、あの K8 とかああいうのの検証をやるときって、そのこうじゃなくてこうなんで、だから同じところに打ちそうと思ったら、レンズがここの位置の高さじゃないと合わないんだよ。あのエプソンとかだと、ここにここの角、ここにレンズが来て、この角にレンズが来て、ここがつまりここのここがおじいが見るスクリーンのところの ど真ん中ど中心であって、でここが画面の上から数センチ下のところなんだよ。だからこの真反対を見ると、あそこにセンタースピーカーがあって、センタースピーカーのど真ん中に来たところにここがレンズが来るようにしてるわけです。そうしないと、あの部屋の中で見てて落ちていく、あの天秤座なんで左右対称じゃないと気持ち悪い性格なんだよね。なんかやだって感じで、うん、だからこっちで7回噛んだらこっちも7回噛まないとなんか気持ち悪いとかね、あるんだよ天秤座って。うん、天秤座と、だから3つぐらいあったね、天秤座と何座だろう、天秤座と何だろう、なんかね3つぐらいあったよ確かね、左右対称のね、そういうのが。なので、この台形方式、今のプロジェクターは台形を真ん中にここに映したかったら、このど真ん中にレンズが来るようにしなきゃならないから、台の上に乗っけるか天井するしかで、天井にしたい人は置くのが嫌だから高いところにするから、こうが来るわけだから、でこのおじいが心配だ、レンズの、左右調整がずれると気持ち悪い台形補正になるか ら、 だからそこまで考えながら、頑張ってねって言いたいんだけど、コメントで返すともう伝わらねえから、まあこの動画でも伝わらねえと思うんだけど、だこの方ダブルワン持ってて Y60 持ってて、で今見てたね、あのこの新しいやつね、だオートフォーカスに自動台形補正があるんだけれども、天井に固定だから意味ないよね、はははって言ってたから、あの欲しいなと思っても買うことはないと思うんだけど、まだダブルワン新しいしね。だからね、あのでも明るさが変わってきたりとかシャープさが違ってきたらまた話は変わってくると思うしね、まだ新しいからメルカリで売っ払えるからね、またね。そう、ウィメーション社長からね、連絡来ないね、 S 社長見てくれよ、おじいの動画をね。まあそんなわけでね、まあ本当ね、天釣りどうな、あの天釣りね、天釣り、だからオフセットが今の中華これで天釣り、ねえ、おじいだったら天釣りだったら、これの固定のやつじゃなくて、こう三脚みたいにこう高さ調整できるのがあってね、で逆にほらあれば、ほらおじいが紹介したプロジェクターネジのやつでこれついてる版があるんだけど、これで定規がこうやってね、この上にプロジェクターをこうやって乗っけて板の上に、でこうやって高さ調整ができるプロジェクター台っていうのがあるんだけど、これの天釣り版ね、こうなってる版だったら多少のねこういう位置ずれはずらせるんで、これね、買って、なので、こういうので計画した方が、まだ無難じゃないかなって思うんだけどね、そうすると、このプロジェクターの棒だけ点数につければいいって、非常になんかね、偏ってついてると気持ち悪いんだよ、まあ、天秤座の場合はそうなんだけど、天秤座じゃない人は、いいよ別にずれてるところに棒があっても、でも天秤座はどうしてもね真ん中じゃないと気が済まないんで、本当ね、
だからね、まあ、真ん中にこの板がちょっとこう長めのやつがあればね、まあ、なんか多少ちょっと地震でずれてもポコンと落ちたぐらいの横幅の余裕があれば、ヒラメだろうがカレイだろうがその時に美味しく乗っけることができるし、高さ調整ができるでしょうね。うん、まあ邪魔になる時はこうツーって上に持ってっちゃって、近づくだけツーって捧げるとかね。でも天釣りでやるっていうと、今度その HDMI ケーブルと電源を今日天釣りのこのところにこうぶら下げる時に、この高さ調整するとブラーンってやってくると気持ち悪い話なんで、ある程度あのまとめて固定すると思うんだよ。でおじいがあのいつも言ってるね、あそこに棚作ったでしょ、あれね、鉄骨で、であれもその前使ってたシャープの XV4050Z がすごいバカでかくて重たくて、で天釣りキットで上にやりたかったんだよ、下からだと邪魔だから。でもその天釣りキットやるためには、その当時の XV4050Z ってでっかいし重たかったから、その天釣りキットをやるために、その屋根裏ね、屋根のあれこれコンパイアシャミのぐらいしかないから、あの厚いものに変えたりとか、あと裏側ね、ゴン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 ってこう補強しなきゃなんないっていうんで、それがあの工事でやってもらうと結構何十万かかるんだよ。で自分で裏側2人いれば、裏側からあのこの針のところにね、こう板こうやってマスのように作って、であの真ん中にバツバーンってつけておいて、で下からあのクッククククククってブン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 ってこうやればね、頑丈にガン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 ってこうあのつけることができる。だシャンデリアするしたりとか、ああいうのと同じ原理でね、あのできるんだけど、自分でやっちゃうとホームセンター行ってやればね、すごい安くできるんだけど、あの頼んじゃうとびっくりするほど高いんだよ、重たいものを。本当ね、それ自分でやろうかなと思ったけど、うちの親とかはあの協力体制がないからそんなもの手伝えねえって言われてやるんだったら勝手にやってもいいけどって言われたんだけど、あのその重たいのにしてるって、あの裏側回ってこうやってこうやってやってなんでしょ、だそれがもう嫌だから、だから上に棚を作ろうと思ったんだよ。でその時にあの HDMI ケーブルの問題もあるし、で電源の確保の問題もあったから、だからコンセントをね、下にコンセントがあったから、上のあの高さのところまでコンセントを延長したんだよ、あの壁穴開けてね、ガチャンってやって下からこう分岐してパコンってね、だからコンセントの確保はできたんだけど、 HDMI の長いの、当時あの HDMI じゃないよね、あの白と、うんと黄色と赤と白のやつなんで、コンポジットなんで、で映像だけ送れればいいんだよね。その長いのね、5メーターかな10メーターかな、長いの買ってそれ使ってた。だから穴が通してもいいように、あのなんていうの、あのパコンって、うんと真ん中ほら穴開けて、あの売ってんだよコンセントとかをパコンって、あの横にやって、こっちを3つにして、でこっちを穴開けてって、あの芯を通すとかね、できるあんだよ。でちゃんと1個ずつパンパンパンってこうあの塞ぐことができるんで、それを買ってきてパーンってこうやったんで、コードなんかも通すことができるっていう。だあのそこのセンタースピーカーの裏側もほら穴開いてたでしょ、埋めてあったでしょ、ああいう形でね自分で加工してたんだね。でそのうちあのこの時代がね変わってくると、この HDMI とかになってきて、 HDMI の場合はあんまり長いと届かないっていうね、あの USB なんかもそうだけど結構大変なんだよ。長いとケーブル高いし、あのしっかり映らないっていう問題があって、でそこでおじいはその HDMI を電波で飛ばすやつをね買って、で上に受信機をつけて、あの下からここら辺から見える位置にお互い向いてれば送れるんで、でそれで送って、あのプレステゲームやったりとか地デジ送ったりとか、そしてやってたんだよ、ね。まあちょっとややこしいかもしれないけど、本当天釣りにやるっていうことはそういうことも全部ね入れなきゃなんないし、というか電源ね、
本体だけ天井を知りたいなしても電源とあのケーブルの、ね、取り回し、それと今下からやってるんだったら上からやった場合のことをどうやってやっていこうかシミュレーションしてると思うけど、うん、まあその辺がねどうしてやっていくのかなあるんだよ。あの HDMI を電波で飛ばすのはすごい楽です、ね、めちゃめちゃ楽、ね、ただ電源オンオフで勝手にオンオフにする、ほら連動のやつ使わないとチケッパーだとすっごい熱くなる、どっちも、ね、なもんだね。まあいろんな問題がある。だからあの有線でやっとくのが一番いいけどね、本当。だね、一発エプソンとかね、こういうイヤーバーとか本当に長く使うものでやってればあれだけど、買い替えの時考えたら、あ、画面が大きくこっちに映っでこうなったとかね。大きさが変わるとね、あ、大気補正がもっときつくない、わ、これやとすげえ下がれんじゃんとか、そのカタログスペックでは載っていないレンズ構成とか映り方っていうのがあるから、実際に検証して試してくれる人がいないと買ったらああってことになるんだよ。でおじの場合そういうのいっぱい経験してるから、そういうことを中心に検証するじゃん意外と。まあ、何言ってるかほとんどの人は分かんないかもしれないけど、とりあえず天水金具は Amazon で買ってダブルワーク取り付ける結果を立てますって言うから、まあそこまで深く考えて位置をピタッとこう決めるかどうか。一番最初にミスるのは真ん中につけてレンズが出てあーっていうね、このパターンこのパターンなんでね。あとシミュレーションだね。そこの天釣りをした状態の高さからその台形補正して使うわけでしょ。と台形補正した場合に大丈夫っていうやつね。でうっかり棒真ん中にしちゃってあーって左右がずれると気持ち、大きさが台形だって気持ち悪いから、もう絶対気になってくるから、なんかこっちがあってそれでやっぱピタッと真四角にしようかなと思うようになると、おでこのああピントがってなるんだよ、安いプロジェクターだとね。まあどうなるかな、こういうのを先に知っていてやるのと知らないで適当なもん買ってつけるのとではえらい違う話なんだよ。だからね、まあ、よっぽど広いとこで真ん中に何もない空間につけなきゃなんないとか、ここに立ててるのがうざいとかね、なんかこういうのの上にお陣みたいに置けば一番ベストだけど、まあ、そうもいかないんだよとかね、だからどういうスタイルで置くのか。どの道中華プロジェクターはオフセットがこうなんでね、こうだからね、どの道こうだから、一番ベストは画面のね、ど真ん中にレンズが来て、で画面の高さのど真ん中にレンズが来る、左右もど真ん中に来る、レンズがねこういう形であろうがこういう形であろうがこういう形であろうが、ここが一番ベストだからね。補正をしないで見るっていうのが一番理想的だからね。だって中華プロジェクターの場合ってそのベストな状態でこの画面の真ん中、例えばこれがプロジェクターで映ってる画面だとしたら、ここにレンズが来なきゃなんないでよ中華の場合は。ひっくり返してもほとんど画面変わらないんだよ。オセットがこうだったね、こうひっくり返しても同じだから、オセットがこうのやつだったらこうで高さがだいぶこうとこうでだいぶ変わるけどね、ここのところに本体を置けばね、例えばオーロラ S だったらここに本体を置けば下がこうなって上がこうやって落ちるんだよ。だから天釣りにするとひっくり返すからここに本体を置いたら上がこうなって下がこうやって映るんだよ。だから邪魔にならない高いところに置けるか下にポン置きして使えるっていうメリットがあるけど、中華の場合はここに本体がないといけないからね、ここにひっくり返してもこうしても同じだからね、こうが一緒だからね。微妙に言うと
本体の高さがあってレンズがあったらど真ん中についてないからややちょっと下の方にあるからひっくり返すと微妙にずれるっていうねこれぐらいこれぐらい変わるっていうだけだからね。おじいも散々ここで試したんで、ね、あまあそこまで気にするかどうかの話なんだけど、おじいは天秤座だから気にしますね。はい、そんなわけでね、まあおじいがね気になったのはこういうことで言ってましたね。まあ他の方もね、プロジェクターを展示にする場合は設置は計画的にね、で安いプロジェクターを使う人は、まあ、頻繁に交換するだろうから、天地釣りの場合はもう本当にあちこち穴開けたくないとか、やり直したくないとかね、そういうのを気にする人はプロジェクターの種類、大きさ、レンズの位置、高さとかね、そういったものが毎回同じではないからしっかりと考えて、ある程度ね、ストライクゾーンが広く収まる融通の効く天釣りキットっていうのかな、天釣りをやった方がいいと思います。天釣りキットの自由度っていうのは、このこうやってきたらこの部分のこの部分がね、大きいちっちゃいとか位置に合わせてこう自由が効くよっていう、ここの取り付けのためのこうだけであって、設置のためのこうができるものって意外と少ないんだよ。わかるかな、わかんねえだろうなはい、こういう話に興味のある方はね、コメントビシバシ押してください。おじいお腹すいたからね、ワンタンメン食べたいと思います。またね、バイバーイ。